コルビー・ハンター・セルベンカは、アメリカ合衆国、テキサス州、ベータウン出身のプロ野球選手。左投げ左打。独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスに所属。メディアによっては、サーベンカと表記されることもある。2008年の MLB ドラフト27巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。2009年に、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスでプロデビューし、11試合に登板して2勝2敗1、セーブ、防御率4 8 4十8奪三振の成績を残した。2010年は A-9、ローウェル・スピナーズでプレーし、14試合に登板して2勝4敗、防御率3.5955奪三振の成績を残した。2011年は A-9 ローウェルと A 級、 グリーンビルドライブでプレイし、2球団合計で22試合に登板して2勝10敗、1セーブ、防御率7.9369奪三振の成績を残した。2012年は A 級グリーンビルで開幕を迎えた。2012年5月15日、4月21日に行われたマーロン・バードとマイケル・ボーデンとのトレードの際の後日発表選手としてシカゴ・カブスへ移籍した。 この年カブス参加では、A 級ピオリアチーフスと、A 級デートナカブスでプレイし、移籍前を含めて3球団合計で35試合に、登板して3勝3敗1セーブ、防御率4.3171奪三振の成績を残した。2013年は、A 級デートナと A 級テネシースモーキーズで、プレイし、2球団合計で41試合に登板して6勝1敗、6セーブ、 防御率3.0054奪三振の成績を残した。2014年は AQ テネシーでプレーし、48試合に登板して4勝4敗1セーブ、防御率3.7965奪三振の成績を残した。2015年は AQ テネシーで開幕を迎え、途中トリプル a 級アイオワカブスにも昇格したが、5月29日に自由契約となった。 2015年6月12日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約した。同球団では8試合に登板した。2015年7月7日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結んだ。この年ブレイブス参加では A 級ミシシッピブレイブスとトリプル A 級グーインネットブレイブスでプレーした。2016年1月7日にマイナー契約で再契約し、 この年の開幕は A 級ミシシッピで迎えた。4月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌12日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。左のリリーフとしてメジャーに定着した。チームを出るまでに50試合にリリーフ登板し、防御率3.181勝ホイップ1.27、脱三振率9.3と高騰していた。 2016年8月6日に、マイケル・マーダー、アンファニー・セイモアーとのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。マーリンズ加入後は18試合に登板したが、防御率4.82ホイップ1.71と調子を崩した。それでも、ブレイブスとの合算では68試合の登板で、防御率3 5 3一勝ホイップ1.36、脱三振率8.7と、ルーキーながら、 まずまずのピッチングを見せた。2017年12月14日にディフェとなり、20日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスに降格した。2018年3月8日に自由契約となった。2018年3月13日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。公式戦に登板することなく4月1日に自由契約となった。 4月19日に以前所属した独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約した。7月5日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。11月2日に自由契約となった。11月19日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2019年7月30日にカージナルスを自由契約となった。8月7日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。この年は両球団の参加トリプル A 級で合計45試合に登板し、2勝2敗、防御率2.80の成績を残した。2020年7月17日にオリオールズを自由契約となった。対談後は、 シュガーランドスキーターズに3度復帰した。2021年4月19日にアトランティックリーグのウェストバージニアパワーと契約した。7月17日にロングアイランドダックスにトレード移籍した。ありがとうございます。